アラフラオーセユクロサーイニスアサイプガンは、天竺ザメモクに属するサメの一種。アラフラオーセ属ユクロサーイニスは一絵型である。オーストラリア北部からニューギニア島の浅いサンゴ礁に生息し、1.8メートルに達する。体は平たく、頭部に多数の皮弁があることが特徴である。体色は複雑で、サンゴ礁における保護色となっている。日中は、 不活発で通りがかった魚を捕食したり、おひれを疑似餌として用いて獲物をおびき寄せたりする。夜間は活動的に餌を探す。無体盤性の体制。接近した人を攻撃した例が報告されている。IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。1867年、アーカイブスに連れザスでサイエンシズクサクテスイ・ナチュレルスにおいて、 オランダの魚類学者、ピーター・ブリーカーにより、ワイゲオ島とアルー諸島から得られたニコ体の標本に、基づいて記載された。タ種商名ダサイプガンはギリシャ語のダシスポゴンに由来し、現在はオオセ族のシノニムとされているクロスイネス族に、含められた。1908年、チャールズ・タテ・レガンはギリシャ語の EU クロスイライノスに、由来する、新族ユクロサーイネスを立てて、本種を含めた。 その後、レガンは分類に用いた形質を再考し、ユクロサー・イネスをオーセ族のシノニムとした。現在でもどちらの学名を取るかは共通した見解がない。携帯系統解析では、はっきりした結論は出なかったが、オーセ科の中では派生的な位置にあるようだという結果が得られた。2009年のマトドナと核 DNA を用いた分子系統解析では、 大瀬カの中でマルヒゲ大オレクトラバスウォーディの次に分岐したという結果が得られている。分子時計では、この分岐は1100から600万年前だと示され、現在の分布域にサンゴ礁の形成が始まった時代と一致する。頭部を取り巻く秘弁によって容易に識別できる。体は幅広く縦平たする。頭部は長さより幅が大きく、その円には分岐した秘弁の列が、 粉担から胸びれの付け根までほぼ連続的に走る。顎の下にも同じような悲弁がある。鼻孔には長く分岐した髭を持ち、鼻孔を取り巻く溝は口へとつながっている。目の上にのみ、イボ状の突起があり、目の後方には大きな噴水孔がある。大きな口は目の前方を、ほぼ粉分に位置する。唇しびらは口角から下顎の中央まで伸びる。 上顎の歯列は23、26、下顎は19。角歯は1本の細く尖った先頭を持つ。上顎の中央3本、下顎の中央2本の歯は特に長く、牙状になる。エラ列は5体で短い。胸びれと腹びれは大きく丸い。背びれの基部は短く、かなり高さが高い。第1背びれは第2背びれより少し大きく。 腹筋の基部の後半位置、4あたりから起死する。腹筋の後ろで体は急速に先細りになり、短いお柄に続く。尻びれは第2背びれの中間あたりから起死し、その半分以下のサイズである。尾ひれは短く、下場はない。常用の先端腹側には強い血骨がある。背面の体色はモザイク状で灰色から高褐色の背景に。 無数の細かい暗色の斑点や線は散らばる。黒い帯が見られる場合もある。この模様は親胸びれの腹側、腹器の縁まで続く。それ以外の腹部は白い。最大で1.8メートル程度になる。古い記録には3.7メートルというものもあるが、これは何らかの誤りだと考えられる。オーストラリア北部では、ニンガルーリーフからバンダバーグまでの大陸方に生息する。 ニューギニアのワイゲオ島やアルー諸島にも生息する。マレーシアからも記録があるが、これは正式に確認されていない。低制御で長官隊から震度50メートルまでで見られ、おそらくサンゴ章を特異的に生息する。生息地では頻繁に目撃され、岩の間や正面、サンゴの上などでよく見られる。日中は不活発でサンゴの影などで休む。 オーセルイの中で最も特殊化の進んだ種だと考えられており、禁煙種より泳ぎは不得意だが、華やかな退職と複雑な非弁により強力な保護色を獲得している。単独性で、日中は動かずに、洞窟内や岩棚の陰に尾を巻いて横たわっている。個々の個体の行動圏は狭く、同じ休息場所を何度も利用する。夜間は活発になり、泳ぎ回って、 獲物を探す。甲骨魚、軟骨魚、甲殻類、頭足類を食べる。大きな口で大型の獲物を丸飲みすることができ、1.3メートルの個体が1.0メートルの犬ザメを飲み込んでいた例がある。日中は待ち伏せ型捕食者で近くで休息する赤松サ類、一頭大類、破ンポ類などの群れを作る夜行性魚類を日和み的に捕食する。 小魚や甲殻類が頭の上に止まっているところも見られ、これに引き寄せられた大型魚類は本種に捕食されることになる。飼育下での観察では捕食に疑似餌を用いることが明らかになった。本種の尾ひれの付け根にはメジョモンがあり、全体として小魚に似ている。本種はこれを前後に波打たせ獲物を誘引する。頭を上げた姿勢でいることが多く。 これはオヒレに誘引された獲物を襲いやすい姿勢である。寄生虫として、常駐のパーアクリスティーネラモノメガキャンサが知られている。掃除エビやホンソメワケベラの掃除行動の対象となることが観察されている。おそらく他のオセ類のように、無体盤性の体勢で、胎児は卵黄によって成長すると見られている。夜間に洞窟内で交尾を行っていることが観察されている。 出生時は約20センチメートル。生成塾に要する大きさは不明だが、1.2メートルの成熟有個体の報告がある。突発的に人を攻撃した例が数例知られており、他のオンセルイより凶暴であると評される。1940年、ギルバート・ホイットリーは、パプアニューギニアの先住民が本種の攻撃を受けて死亡することがあると書いている。この主張は疑問ではあるが、 深刻な傷を負わせることがあるのは確かである。逆に、エコツーリズムの対象として、多くのダイバーが特に攻撃を受けることなく、接近できている、という事実もある。本種の視力は弱く、高度な保護色を持っていることから、人の側で不用意に触ったり踏んだりしてしまわないよう、注意することが重要だと考えられる。飼育環境にはよく適応し、一般家庭での飼育向けに、 取引されることがある。漁業的価値は低いが、模様が美しいため、時折革製品に用いられることがある。オーストラリア近海では、漁業は行われていないが、他の地域では広範囲に漁が行われ、水質汚染、爆発漁法、産後の採集などによる生息地破壊も発生していると考えられる。このため、IUCN は、本州の保全状況を純絶滅器具と評価している。 ありがとうございます。